ファッションと芸術の交差点。紫てる、騎士、神の舞台裏に秘められた衝撃のストーリー。次なる挑戦へ、彼らの成長と進化に期待が高まる。タッキー社長のビジョンと紫てる君、岸騎士くん、ジン君の才能と個性が融合して、新たな時代を切り開いていますね。数多くのファンが彼らの魅力に引き込まれ、その活動を心から応援しています。今回のパフォーマンスでは、彼らの個性が鮮明に現れていました。 紫テル君のルイ・ヴィトンのサロペットは、春らしい柔らかな色合いで彼の魅力を際立たせました。神宮寺君の黒の衣装にはシルバーのアクセントが映え、彼のスタイリッシュな一面を引き出していました。一方、岸君のベージュと白のコーディネートには、品格とストリートファッションの融合が見られ、彼の個性がより際立っていました。彼らのパフォーマンスは、安定感と洗練された技術を感じさせつつ、それぞれの個性が光る瞬間もありました。 彼らの楽しそうな表情がファンにとっては最高のご褒美でした。また彼らが選ぶ衣装やアクセサリーも彼らの個性や魅力を引き出す重要な要素ですね。特に紫テル君のルイ・ヴィトンの衣装は彼の魅力を最大限に引き出し、その着こなしには誰もが釘付けになります。彼らの活動にはタッキー社長の熱いサポートや多くの企業様やスタッフの協力が欠かせません。 彼らがこれからの自由に希望に満ちた活動を続けていけるよう多くのファンが彼らを温かく見守っています彼らの活動が世界中の多くの人々に勇気と希望を与え彼ら自身も成長し続ける姿を心から楽しみにしていますどんな未来が待っているのか今後の彼らの活動から目が離せませんね数々のファッションシーンで活躍するアーティストたちが新たなパフォーマンスを披露しファンを魅了し続けています 彼らの魅力的な衣装や独自のスタイルは、視覚的な美しさだけでなく、その背後にあるストーリーや個性も表現しています。今回は、彼らの新たな挑戦とその魅力に迫ります。紫輝くん、騎士くん、ジンくん。彼らは新たな衣装を身にまとう中、我々を驚かせてくれました。紫輝くんのルイ・ヴィトンのサロペットは、春の爽やかさを感じさせ、彼の個性と調和しています。 キシ君の濃淡のベージュのワントーンコーディネートはストリートファッションに品を与え、ジン君の黒髪とブラック系のコーディネートは彼のスタイリッシュさを一層際立たせています。彼らの衣装だけでなくパフォーマンスも一段と洗練された印象です。それぞれが個性的でありながらナンバー、愛としての一体感を見せファンを圧倒しました。彼らの楽しそうな笑顔はまさに最高でした。 しかし、以上やパフォーマンスの裏には、彼らの努力や決意があります。彼らは常に自分たちの表現方法やスタイルを追求し、その結果として我々に新たな魅力を見せてくれます。彼らの成功は、その努力と情熱の賜物であり、これからも彼らの挑戦を心から応援したいと思います。また、番組での紹介やインタビューも丁寧で、彼らの活動に対する理解と尊重が伝わってきました。 番組スタッフや関係者の皆さんには心から感謝します。彼らの活動は私たちファンにとって喜びと感動を与えてくれます。春風がそよぐ中、舞台に立つ3人のアーティストはまるで季節の息吹をその身にまとまっているかのように輝いていました。ルイ・ヴィトンの華やかな色合いに身を包みながら彼らは新たなパフォーマンスを披露しました。この日のステージはただの音楽番組ではありませんでした。それは 個性と才能が融合し、ファッションと芸術が交差する場所でした。彼らのパフォーマンスは、単なる歌唱やダンスに止まりませんでした。それは、繊細で優雅な芸術作品であり、観客に感動と魅了をもたらしました。紫輝くん、岸くん、ジンくん。彼らは、それぞれが独自の魅力を持ちながらも、一体となって舞台を彩りました。特に紫輝くんのルエビトンの衣装は、彼の華やかな笑顔と調和し、 彼の個性を完璧に引き立てました。岸く君のパールのアクセサリーやジン君のジェリーも彼らのスタイルと個性を際立たせました。しかし彼らのファッションは単なる衣装ではありませんでした。それは彼ら自身の個性や世界観を反映しているように感じられました。そして彼らのダンス。それは単なる動きではなく魂の表現でした。彼らの熱意と情熱がこぼれ出し、観客を感動させました。 特に彼らが揃って踊るとき、その絶妙なシンクロニシティは圧巻でした。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテイメントを超えて芸術の領域にまで達していました。さらに彼らの衣装やパフォーマンスには企業やスタッフの尽力が感じられました。ルイ・ヴィトンとのパートナーシップやスタイリストの手腕が彼らの魅力をさらに引き立てました。しかし、それだけではありません。 彼らの成功には、彼ら自身の努力と情熱が欠かせない要素でした。最後に、彼らの笑顔。それは観客の心を温かく包み込み、幸せな気持ちにさせました。彼らの笑顔からは、彼らの喜びと幸福が伝わってきました。彼らはただ舞台に立っているだけでなく、自分たちの夢や情熱を追求し、それを観客と分かち合っているのです。この日のパフォーマンスを見て、私は彼らの成長と進化を感じました。 彼らはただアーティストではなく芸術の一部でありその魅力は不滅です。彼らのパフォーマンスはファンだけでなく音楽やファッションの愛好家にも感動を与えました。彼らの活動をこれからも応援し続けたいと思います。では次回のパフォーマンスではどんな驚きが待っているのでしょうか。彼らの成長と進化に期待ですね。どんな挑戦にも立ち向かい新たな可能性を追求する彼らの姿勢に私たちは感動します。 彼らの活動から目が離せません。皆さんも彼らの素晴らしいパフォーマンスを楽しんでいるでしょうか彼らの活動をこれからも応援し続けましょう。彼らの笑顔と情熱が私たちの心を温かく包み込みます。彼らの夢と情熱に共感し、彼らと共に歩んでいきましょう。